セスナ f a 1 5 0軽セスナ150はセスナ社の軽飛行機である。1950年代後半から生産され、総生産数は23,839機に達し、民間機としては史上4位の生産数である。アメリカ空軍の空軍士官学校でも T-51A として3機が練習機などの用途に用いられている。本校では、 改良型のセスナ152についても解説する。セスナ140の後継機として開発された。140がお輪式であったのに対して前輪式とすることによって離着陸時の操縦が容易になった。そのため、セスナ172とよく似た外見になったが、172が4座席であるのに対しこちらは2座席であるため、キャビンの大きさで容易に見分けることができる。 初飛行は1957年9月12日で、1958年9月からカンサス州のウィチタ工場で生産が始まった。1961年から150 a のように、モデル名の末尾にアルファベットが付けられ、1971年までは毎年改良が加えられて、モデル名が変えられるようになった。1969年には曲技飛行用に、 機体構造強化などの改修を施した A150 エアロバットも登場した。1966年からフランスのランスアビアシオン社でもライセンス生産が始まり、フランス製のセスナ150はカイ150と呼ばれた。1975年の 150M が最後のモデルとなり、1977年にセスナ152に生産が移行するまで生産が続けられた。 セスナ152は基本的に150のエンジンを強化したモデルで1976年6月16日に初飛行した。150と同様に極技飛行用のエアロバット型も存在しランス社でもライセンス生産された。152シリーズは1980年代中期に製造終了するまで7584機が生産されている。 構造が簡単で頑丈であり、操縦が容易であることから世界中で練習機として人気を得た。視界は旋回時に旋回方向が翼で遮られる髪型を除いて良好である。軽量な機体重量と小さい翼面荷重は気流の乱れに対しては敏感な特性を有す。1950年代のセスナ150の価格は、 スタンダード仕様でアメリカドル六千九百九十五ドル、練習機仕様で七千九百四十ドル、上級のコミューター仕様で八千五百四十五ドルであった。セスナ 150D 初期型は垂直尾翼形状が異なるセスナ百五十0百五十最初の量産型。千十八機生産。百五十 a k 機パネルを改良。後部側面窓大型化。出脚柱を後方に移動。 332機生産。150バイトプロペラ、スピナーなどを小規模に改良。350機生産。150C オプションにチャイルドシートが用意された。387機生産。150D 後部胴体が細くなり、主翼公園後方に大型窓を設置。681機生産。150E150D を小規模改良。 150回交代角付きの垂直尾翼を採用し、フラップの電動化、キャビンドアの大型化を行った。3000機生産。ランス製は、回150回と呼ばれ、67機生産。150G150 150回と、基本的には同じだが、ケーキパネルが新しくなり、キャビンも拡大された。2666機生産。ランス製は、回 150G と呼ばれ、 152機生産。150H150G を小規模改良。ランス製は、回 150H と呼ばれ、170機生産。150J 硬着装置を改良。ランス製は、回 150J と呼ばれ、140機生産。150K 方向中部にトリムタブを追加、翼端が垂れ下がり、形状になる。875機生産。 ランス製は、回150系と呼ばれ、129機生産。150リットル垂直尾翼フェアリングが大型化し、降着装置脚柱が交換性となった。1974年からは、スパッツも改良された。3778機生産。ランス製は、回150リットルと呼ばれ、485機生産。 アルゼンチンのディンフや社でも A-150L の名称で39機生産された。150M 垂直尾翼が細く高くなった。3624機生産。ランス製は、K150K と呼ばれ、285機生産。A150K、L、N エアロバット極技飛行型。エアフレーム補強、フルシートハーネスや緊急投機式ドアを装備。 734機生産。ランス製は FA150K、L と呼ばれ、120機生産。フラ150リットルエアロバットランス車独自のモデルで、エンジンを O-240A に変更した FA150 リットル。141機生産。フラ 150M エアロバットフラ150リットルに、回 150M のビブを組み合わせたもの。75機生産。 152-150M をもとにエンジン強化などの改良を施した。6628機生産。ランス製は、K152 と呼ばれ、552機生産。A152 エアロバット152の極技飛行型。315機生産。ランス製は、FA152 と呼ばれ、89機生産。T-51A セスナ150。 ブルンジコンゴ民主共和国エクアドール配置、コートジボワー,ールリベリアメキシコパラグアイソマリアスリランカ、アメリカが州国セスナ152、バングラデシュボツワナガボンレソト。ありがとうございます。